というわけです。今回ですけども、今回の動画はね、セカスト査定シリーズやっていきたいと思います。まあ久しぶりじゃね、なんだかんだ言って久しぶりだと思うんですけども、セカストに行って僕のね持ってるアイテムを査定してもらって、その査定金額によって売るか売らないか決めていくっていうね、このシリーズ、まあ第4回目ぐらいだと思うんですけども、今回もねその査定の対象のアイテムはねもう決まってるんで、この後ね紹介して査定に行ってるっていう感じでね動画進めていこうと思うんですけども、今回はもう先に言うんですけども、前ねセカストじゃなくて別のお店とかでもやってみたいねっていう風に話したと思うんだけど、今回はねちょっとねセカスト行かせてください。これなんでかっていうと、単純に僕が行ったことないセカストだし、プラス動画にしたことがないその街っていうところなんで、あ、じゃあそこ行こうかなと思って、でその今回行くところは本厚木のセカストに行こうかなって思います。本厚木っていうのは海老名の隣かな、駅の周りとかは結構ね都会みたいな感じなんですよ。結構ね栄えてて、そこにね今回は行こうかなって思ってます。まあね、いつも通りね、その査定金額と売ったか売ってないかっていう結果をね最後に発表するんでね、まあそのねセカストに査定に持っていく一日お届けしたいと思うんでね、ぜひ最後までご視聴お願いします。はい、まあそんな感じでね、じゃあ今からね、まずは今回の対象のアイテムを紹介して、そのアイテム詳細とかいろいろ説明して、そこからね出かけに行こうかなと思うんでね、じゃあ早速やっていきたいと思います。それではやっていきたいと思います。はい、じゃあまず今回の対象のアイテムをね、対象を紹介していこうと思うんですけども、今回ね、まあサムネタイトルにもね、映ってんのかな、僕が一番大好きなデニムを持っていきたいと思います。だからぶっちゃけね、売らない可能性の方が高いです。まあでもこういうのもね、査定に持っていっても面白いんじゃないかっていうのもね、このシリーズではね、話してるんで、そういうアイテムもね、あえて持っていくんですけども、今回持っていくアイテムがこちらです。バン。僕が結構履いてるね、リーバイスのブラックのデニムです。フレアデニムですね。結構ね、これは愛用させてもらってるんですけども、めちゃくちゃ履いてますよね。みんなもね、分かってると思うんですけども、まあ高齢紹介とか、ショッピング動画だったり、そういう時にね、結構ね、僕これ履いてると思うんですけども、このアイテムを今回は持っていこうかなと思ってて、この値段がね、確かね、本当にこれも結構前に買ったんで、1万5000円ぐらいかな、確か。まあ、リーバイスのデニムの平均の相場が僕はあんまりわかんないんで、1万5000円が安いのか高いのかもわかんないんですけど、まあでもね、やっぱりリーバイスなんでね、本当に、なんていうの、リーバイスイコールデニムみたいな感じもありますから、まあ、それなりにね、いいデニムだとは思うんですけども、まあ、こんな感じで、ザ・ブラックですね。70年代ハイフレアって書いてますね、ここに。70年代ハイフレア。形がめちゃくちゃ綺麗。コメントでもね、このデニム履いてたら、結構ね、どこのデニムですかっていうのいただくんですけど、まあね結構ねその動画でも言ってるんですけども、改めて言わさせてもらうと、さっき言ったね70年代ハイフレアのブラックのデニムですね。ということで、もしねこれをね売ることになったら、本厚木のセカストに売ってると思うんでね、ぜひ買いに行ってみてくださいということで、売らなかったら売らなかったで自分で買ってくださいということで、まあそんな感じで、状態もね全然いいんですよ。結構使ってるって言ってるんですけども、裾もね結構これ溜まる感じなんですよ。でも僕結構厚底のスニーカーとか履くんで、裾もね別に引きずったりとかもないんで、全然状態もねこんな感じで傷ついたりとかも全然してなくて、普通に全体的に状態も悪くはないと思うんで、そういう感じのアイテム状態ですよということで、ちょっとね撮影の関係上ね、今回は着用するところはね見せれないんですけども、履いた感じはねこんな感じです。ちょっと今画像でね出たと思うんだけど、こんな感じで履いた感じのシルエットとかはこういった感じですよということで、まあ、過去にもねこのデニムを使ったコーデいっぱいあるんで、まあ、ぜひね過去のコーデ紹介とか見てもらえたらなって思います。というね、じゃあそんな感じで今回のね対象のアイテムがこちらのねデニムということで、今からねいろいろ準備してこれをね本厚木のセカストに持っていこうかなって思うんでね、今からね向かっていきたいと思います。はい、というね、今からね、査定に持っていこうかなと思うんですけども、こちらですね、意外と重いんですよ。この中にね、今日は財布とかを入れてるんで、バッグをね、実家に持ってくるの忘れちゃいました。今日行くのはね、先ほども言った通り、本厚木のセカストに行くということで、地元のセカスト行ったじゃん、平塚のセカスト行ったじゃん。だから、次、まあ、セカスト関連でもう一回行こうと思って、やっぱり、となった時に、近くが本厚木、海老名の隣ですね、そこの本厚木のセカストがあったんで、しかも本厚木って多分ね、僕のこの YouTube であんまり出てきてないというか、初めてじゃない本厚木に行くのはこの YouTube で。だから、そういう面でも行ったことがなかったから、じゃあ本厚木行こうかなと思って、本厚木のセカストを選ばさせてもらいましたということで、さっきまで雨降ってたんですけど、僕がね撮影をし始める頃にはね雨が止みました。晴れ男なんですよね。晴れてはないけど雨を止ませる力も持ってるというか、やっぱ持ってる男なんですよね。天気まで左右しちゃうっていう、その才能というかさ、もうよくわかんないけど俺も言ってることが。まあそんな感じでね、今から電車乗ってね、今の時刻が3時半ぐらいなんですよ、夕方の。だからちょっと意外とね時間もないというか、まあ、今日の動画のね編集とか全部終わってるんですけど、今日はね他の撮影もしようかなと思ってるんですよ。それはねまた動画で上がるんですけど、だからさ意外と急いでるんでね、とりあえず本厚木着いたらまた回したいと思います。はい、ということでね、今本厚木着きました。本厚木のセカストね、駅からもうすぐなんですよ。今ねちょっとね小雨降ってきました。さっき雨やんだのに降ってくんだよと思って雨宿りしてながら撮影するんですけど、でねもうすぐそこにセカストがあるんで、今からね僕が一番気に入ってるデニムと言っても過言ではない、そのねリーバイスのブラックのねフレアデニムを査定に持っていこうかなって思います。ぶっちゃけね売るかわからないです。売りたくないです正直。だけどね、まあ、一番好きなデニムっていうことで気になったんでね、動画にしていこうよと思ったんで持っていくんですけど、はい、だからねいつも通り査定持ってって家帰って金額と売ったか売ってないか発表していこうかなと思ってね、そのね査定待ってる間とか別の撮影しようかなと思ってて、セカストとかでお買い物しようかなと思ったんで、またそれはね別で動画出そうかなと思うんで、それもねお楽しみにしてくださいということで、じゃあね今からセカストで査定ね行ってこようかなって思います。
はい、ということでね、今ねセカストから連絡があって査定がね終わったよということなんで、20分ぐらいで電話かかってきたんで、うわめちゃくちゃ良かったなというか、結構ねここからスケジュール詰まってるんで、なるべく早めにとかっていう風にちょっとね欲張って頼んじゃったんですよ。そしたらねもうね笑顔で受け入れてくれましたということで、もうね本は次大好きです。はい、ということでじゃあねセカスト行ってきたいと思います。はい、ということでね今セカストを行ってきましたということで、結果売ったか売ってないかとか、あと査定金額っていうのは家帰ってねまたいつも通りね発表していこうかなと思うんで、ヒントとかはね別にここでね何も言わないんでね、とりあえずちょっとね僕はね他の撮影とかをね済ませてから家に帰って、そっからね結果発表していこうかなと思うんでね、じゃあ結果発表を楽しみにということで家の画角に行きたいと思います。はい、でね今帰ってきたんですけども、早速ね結果発表、売ったか売ってないかと査定金額の発表をしていこうかなと思うんですけども、じゃあまずね売ったか売ってないか発表したいと思います。売ったか売ってないかは売ってないです。またかよってね、また売ってないんかって思うと思うんですけども、言いますよね、僕はこのデニムが一番今のところ大好きなデニムなんで、これはね売らないですね。でもまあね、その査定金額とかもねそういうのも気になったから持ってったっていうことなんでね、まああのあわよくば売ろうかなと思ったんだけど、まあでも売らなかったですということで、でその気になる査定金額発表したいと思います。今回の査定金額は720円です。ということで720円、もう1000円もいかなかったよ。でね、その見積書みたいなのももらったんでこちらなんですけども、まあねその見積書にも書いてある通り、なんかねまだ買い取り 20% アップキャンペーンっていうのがねやっていて、普通の状態だったら600円ですね、査定金額600円でも720円でも俺からしたら変わんないんだけど、ちょっとね安すぎないか。なんかねこのね反応はさ毎回同じなんだけども、毎回同じになっちゃうよね、ここまで安かったらって思いません？もうちょっとさ2000、3000円、まあ、リーバイスのちゃんとしたデニムなのにもかかわらず1000円を切るというね悲惨な結果ですね。1万5000円で買ったのに1000円切るみたいな、せめて1000円こさせてくれみたいな感じで思いましたね。まあ別にね旗から1000円だろうが2000円だろうが3000円だろうが4000円だろうが、そのぐらいの値段だったら売るつもりはなかったんですけど、まあでもねこういうシリーズやってさ、僕はさいろいろこうやって不満言うじゃん、値段に対しての。まあ不満言わない時もあったかもしれないけど、不満言うじゃないですか大体は。でもさ本当にこれが本音だから、別にこの不満を言うぞみたいな感じで動画を撮ってるつもりもなくて、別にでもねコメントでね、いやそれが妥当な値段だよみたいな、これでも結構値段ついてる方じゃねっていうのもあるんだけど、まあその通りなのかもしれないですね。僕も別にその洋服を売ったりとかはしてくるタイプではなかったんで、 YouTube の動画で比較にできるからこういったね査定シリーズっていうのをやってるんですけども、だから僕もね、まあ、どんどん回数積み重ねていけば、あこういうアイテムだったらこれなんだ、このブランドでこのアイテムだったらこういう金額みたいな感じで、だいたいねそこの分析というかさ、そういうのは分かってきたら、その値段もね納得して、今だったら売らないって思ってても、いろいろ回数積み重ねることによって、あこの値段なら納得だから売るみたいな感じで考え方も変わってくるとは思うんですけども、でも今の気持ちを素直に言うと安すぎる、だから今回は売りませんでしたということで、はい、そんな感じでね、まあ、皆さんからしたら売ってほしかったと思います。なんでかというと俺のデニム欲しいでしょ、あのデニムめちゃくちゃさ視聴者さんからもさどこのですかみたいな聞いたから欲しかったと思うんですけど、まあ、僕は売らなかったですということで、自分で探してゲットしてみてくださいということで、今回のセカスト査定シリーズの結果発表は以上となりますということで、じゃあね行きたいと思います。はい、でね今回の動画ねセカスト査定シリーズ第4回目かなやってったんですけども、今回リーバイスのブラックのフレアデニム結果は売らなかった、そして査定価格が720円、 10% アップキャンペーンなかったら600円ということで、この企画ね結構人気なんでね、いろんなね僕もね洋服買ってるし、めちゃくちゃ洋服あるじゃないですか、だからそういうのをね、まあ、別に旗から売るつもりがなくてもこれは別に売っていいかなって思ってるアイテムでもね、これからいっぱいねいろんなアイテムでやっていこうと思うんでね、今回もねセカスト行ったんですけど、次からももしかしたらセカストに行くかもしれないし別のところに行くかもしれないしっていうので、その時のね僕の気分とかその場所の状況によって変わると思うんですけども、ぜひこれからどんなアイテムを売ってどんな場所で査定しに行くのかっていうのもね考えながら動画出していこうかなと思うんで、これからもねお楽しみにしてください。ということで、じゃあねこの動画ね終わりたいと思います。この YouTube はこれを出したらよろしくお願いします。インスタ、TikTok、Twitter も全然フォローお願いします。